はい、皆さんこんにちは。今日はまた登山に行きます。6時27分まあ7時には登り始めると思いますけども、空気が冷たいです。で、天気がとても良いと思う。もう青空が見えてます。楽しみですね。これで準備をして上がっていきます。どこかで鳥が鳴いてますが、もう全く姿が見えない。どこにいるんでしょうね。ここまで雲海があるのは珍しいですね。若干尾根歩いてます。そこからずっとつながってます。こちらの頂上から下って、さらにまた岩を登って別の頂上に向かいます。
ざっと登って戻ってきました。だいぶ降りてきました。明日の天気悪くなるそうですね。なんか雨が降るそうなのでこれで移動します。標高が高いと意外と寒いです。なので片付けをしている最中パーキングヒーター動かして車内で温めておきました。すごいですね、砂ぼこりが。でスタッドレスまだ履いたままです。山特有の汚れね、まあ白い泥だいぶ付着してますね。登山に行くと荷物が増えます、まあ、私は帰りに軽く食事をするので、まあ、小さいですがクーラーボックス、まあ、持ってきてると。あとここにもまあ食材が入ってますがこのぐらい荷物があると。でちょっと寒いんでパーキングヒーター一番弱の状態ね 1.2Hz にして動かしてます。なのでここだけあったかいです。で最近これを買ったと、ユニフレーム、まあ、ご飯クッカープラスという商品です。一番大きいクッカーが大きさ 15.5cm で、もう一つ小さいのがあります。これが 14.3cm。 あとフライパンと蓋、まあ、小さい方と大きい方両方使えます、まあ、収納ケースとして簡単なものが入ってます。私料理するときはプリムスのツーバーナガスコンロ、あと付属のフライパン、まあ、肉焼くときはこれです。それとジェットボイル、あと安めのフライパン、まあ、これはカレーを作るときによく使ってました、まあ、この3つしか持ってなかったんですが煮込み料理をしたくて深めのねクッカーを買いました。これでざっと食べたら戻ります。まあ、今日は登山に行っただけですが午前中天気が良くて楽しめました、まあ、風がない、あと晴れている、そして雪がある、まあ、この3つが揃って最高でした。また違う時期違う山に登ってまた山のね風景をお見せしますんでよかったら見てください。では次の動画でお会いしましょう。それではさよなら、また会おう。